お好み焼き店の風月札幌や旭川苫小牧に13店を展開今年で創業56年目を迎えました北海道にお好み焼き文化を根付かせたお店としても知られていますキャベツ小麦粉卵長芋に、えー、わたる 野菜関係もすべて北海道産のものを使用しているところがあの大きな特徴かなと思いますそう答えてくれたのは二上光さん風月の2代目社長です去年亡くなった創業者で父の敏郎さんから経営のすべてを引き継ぎました会社の事務員が ちょっと足りないから三ヶ月間だけ手伝ってほしいという風に言われて、えー、今十七年経ちました。二十歳の時にちょっと手伝ってと言われ、早十七年、店長、エリアマネージャー、統括マネージャーと現場一筋を歩んできました。統括が次ずぐんだということは、あの先代も、えー、言ってくれていたので。 あのこういうことにはなってしまったんですが皆さん、あじゃあ次は光さんだねということで把握してくれていたのでその辺はあ,のありがたかったなと思います敏郎さんは大阪出身札幌の陸上自衛隊に入隊し除隊後の1967年中央区内にお好み焼き店をオープン当時、札幌にお好み焼き店はなくこれはいけると。 成功を確信したそうですところが食べたことはあるけど作ったことがないというそういう青年だったようなのであのお客様もこれ何っていう感じで <laughs> 自分が作っているものもなんかよくわからないものです <laughs> わずか三坪の店舗からスタートした風月開店当初は明らかな見切り発車そんな時に支えとなったのは 近隣の高校生たちのアドバイスでした高校生に支えられ成長した本店ここで働く森川さんはこの道40年以上の大ベテランです 長年勤めてると、お客さんとの会話が楽しいっていうか。うん、その思い出がぎっしりと詰まった本店ですが。今月11日に老朽化のため、閉店することが決まっています。一つの区切りかなと思って、一つの時代が終わったかなって。うん、社長もこうね、いないし。うん、また新社長は新社長で、またね。はい、うん、若い子。 出てビシッとやるだろうしね、こういうふうに社長らのげを継ぐっていうだけでも、私はすごいと思ってる、<laughs> うるっときてさ、ひ <laughs> <laughs> さんには、敏郎さんと共に追いかけてきた、こんな目標がありましたあるとき、私が、私ね、ニューヨークに店らしたいんだって言ったら、父にあの、アホ、できるわけないやろって言われたんですね。自分23歳の時に あのお母ちゃんにお好み焼きがやりたいって電話したときに、あほ、できるわけないやろって言われたで、当時、自分が親に言われたことを娘にそのまま言ってしまったと <laughs> っていうことを自分で反省したみたいで、あの気が付いたときには、なんだか、あのお二人で一緒の夢を追いいけるようなな形になっていましたねおっちゃんと親しまれた敏郎さんの鉄板人生を背に。 ニューヨーク進出という大きな目標の実現へと歩み続けています。